千葉県勝浦市八田岬公園にある養舎院像、山梨県早川町斜面山登山口にある、白糸滝と養舎院像用玉院女王2年8月22日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての女性、徳川家康の側室、紀州徳川家の家祖、徳川頼信、および水戸徳川家の家祖,祖、徳川頼房の母。縄万、ジップは、 勝浦城主、正木頼忠。義父は、影山長と守氏広氏。実刑は、紀州藩家老の三浦溜め春。弟定に、江戸幕府旗本の影山貞広。水戸藩二代藩主、徳川光国の祖母で、江戸幕府八代将軍、徳川吉宗のひいばば。以下の古障は、実名の万で統一する。母は、北城氏、高氏の娘とも北城氏、行の娘。 あるいは田中康之の娘とも言われ、すなわち諸説ある。天正5年4月、正木よりただを父として生まれたが、同年8月、正木賢治の挙兵により勝浦城から三原に移り、その後、小田原に居住した。天正12年、母親が影山市博と再婚したことより、影山の一族となった。小田原征伐の際に、影山市博は、 山中城老城軍に加わるも、落城時に脱出し居城の河津城に戻ったが、伊豆国主前寺にて湿居したと伝わる。文禄二年三頭で、徳川栄康に、江川栄長の幼女として、目見え、家康の側室となった。伏見において、慶長七年三月七日には頼信のを、同八年八月十日には頼房を出産する。慶長十一年三月二十六日の、 玉沢手鏡倉庫に記載されている宝僧、半本村名写しによると、連華院名、消費心とあり、養主院と称する前は、連華院と称していたことが確認できる。岐阜の影山家は、代々日蓮宗を信仰しており、万も、その影響を受けて非援に帰えした。家康は、浄土宗であり、日頃から収論を挑む比還を不快に思っていたため、 慶長13年11月15日、江戸城での問答の直前に、日蓮州側の論者を家臣に襲わせた結果、日蓮州側は、半死半生の状態となり、浄土州側を勝利させた。この不法な家康のやり方に起こった悲炎は、身延山保守を辞し、家康が禁止した修論を上進した。これに激怒した家康は、悲炎を捕まえて、寸府の安倍瓦で貼り付けにしようとしたため、 マンは家康に悲縁の除名嘆願をするが、家康は聞き入れなかった。するとマンは、死の悲縁が死ぬ時は、自分も死ぬと、悲縁と自分の二枚の死に衣を縫う。これには家康も驚いて悲縁を放免した。なお、悲縁が、駿河国に赴いたのは、日蓮宗関係以外の資料では確認することが、できないとする指摘がある。このマンの勇気は当時かなりの話題になったようで、 御用勢天皇も万の行動に感激し、天皇が自ら、南無明法蓮華行と七文字書いたものが万に、歌詞されたという。彼女は、家康の死去した後、元那五年八月、美信山で、北家郷一万部族書の大法要を催し、万願の日に七面山に向かった。大阪の陣における実刑の三浦亀春の武功に、徳川家康が喜んでいることを万が亀春に、知らせた。 古文書が残る。歴史的な内容が確認できる、唯一のものだが、年月日、文書の形態、宛書等も不明で、現暗記官名も記されていない。三浦亀春は後に万の子である、徳川頼信に付属され、紀州藩の御不可老となった。現那2年4月22日、蓮華院名称筆診から養主院名称美診大誌に、法号名を変えた。女王2年、 万は死去した。墓所は山梨県南駒郡美部町、大野の日蓮州寺院、本園寺と静岡県三島市の妙北家寺。上皇3年に徳川頼信により建立された墓所で、花崗岩製の宝鏡院等が現存している。山梨県指定史跡。開名は、洋田万院伝名、正美信大師。寸府城の万の居間が移築されて、 妙北家寺奥垣院として現存している。駿府城で唯一の遺構である。静岡県三島市の文化財となっている。平成16年、海全院の多方島の下の石室から万の遺発が発見された。ありがとうございます。